ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンではなくベジキンです。はい、というわけで今見たらですね、たまたま闇を切り裂く、はい、というわけで今見てみたら、イベントクエストにティガレックスが降臨。もうギリギリだったんでスタミナなくて、久々にオーブ使って復活しました。だから負けるわけにはいきません。ちょっとどんなクエストか僕全然わかんないんですが、突っ込みたいと思います。 GO! GO! あと6分。やばいやばいやばい。でだからダメージウォールがあるかどうかもわかんないんですよね。だから一応貫通の、ダメージウォールないやつは絶対連れてくとやばいかなと思ったんで。だけどね、重力バリアだらけでも嫌なんで、結構こうゴジラとか西郷隆盛とか連れてきて、でゼウスともう一匹、坂本龍馬とか連れていくとちょっとまずい可能性があるので、じゃあまあ安定でいくか。安定でいこう。安定のアリスでいきます。はい、こちらのパーティーで挑戦します。 GO! さあ、これ吉と出るか凶と出るかね。まあただダメージウォールない2匹も反射なんでね、なんとかカン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 うまく挟めば生きていられるんじゃないかな。カカロットー。まあ大丈夫でしょう。はい、いきます。ゴジラ。うん、いいね。もう一応ね、まあゴジラは究極進化ないけど、基本持ってるモンスターほとんどこう究極進化とかさせてきたんで、勝たなくてはね。アリスもいることだし。ほらほらほら、オッケー、ゴー。今んところでもダメージウォールな感じではないね。重力バリアなのかしらね。まあでもこれ超絶なわけでもないからね。ほら、よし、オッケー、挟んだ、いけるぜ。おお、重力バリアですね。いいぞゴジラ。アリスにぶつけてホーミング。ゴジラ爆発。オッケー、いいねいいねいいね、いい感じのとこですね。アリスのホーミングボムで、うん、あー一匹くらい死んでくれ。はい、でゼウスか。ザコ倒したいからアリスにぶつけます。 GO! よし倒せ。生きてるかい。うん、でも今んとこなんかピンチな感じではないですね。ゼウスにぶつけていきましょう。ほら、全部重力バリアでもよかった系かなこれ。そう言ってた最後にいきなりねダメージウォール出てくるからね。よし、いいぞいいぞ。相変わらずやっぱゴジラはスピードが速いから好きなんですよ。はい、よし、ナイス、ハート育て。おーい、おいおい、あーちょうどここに出ちゃったか。まあ、取れ、ハート2個取っちゃえ。よし、うーん、どうせもうこれ焦げてるんでゼウスにぶつけよう。はい、いけ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 、よし倒したでしょう。はい、オッケー、順調順調。おお、もうボスか。ティガレックス、ティガレックス来ました。さあ初対面。うわ来たね。やっぱり青ですねゲージはね。分かってはいたけどやっぱ青ですよね。まあザコから倒していこうかな。いけ、カラカラカラン。うわーでもなんか怖えな。全員重力バリアでくればよかったな。大失敗。あ、動く系か。そしていやはやこれは厳しい。カンカンいきます。いやーアリスいいね。重力バリアでジジジってなりながらもカンカン力が非常に素晴らしい。よーし、ここ入れ、ゴジラいけ。よし、いいぞいいぞいいぞ。ただ地味に、地味っていうかめっちゃやばいやん。
めっちゃやべえ。あ、ゴジラに当てればこれ急所に当たるな、レーザーが。いけ、よし、オッケー、1ゲージ目突破。アリスに当てて下のやつ倒したい。ほら、オッケー。イノシシ動き出すんだよな。ダンダン。あ、動かないのか。お、これは絶対に金にしたい、ハート。よし、スピードクリアはちょっとね、狙ってるわけではないのでね。よし、スピーディーなゴジラを横貫成功。むしろゴジラ取った時とかも横貫職人になってたからね。よし、倒しに行こう。オッケー。いやー、いけいけいけ。あー、倒せなかったー、食らっちまう。よし、まあまあ上出来。オッケー。はい、ゼウス以外ストライクショットも溜まってるんで、やばくなったらガンガン解放していきます。ベジキン様の本領発揮はこの辺りからだ。うわー、これ分かってたらな、全部重力バリアで来たかったな。ゴジラに当てたいな、なんとかして。ゴジラに当たれ、よっしゃー、からのゴジラ。うーん、どうしよう、カンカン行きたいな。入れ、隙間。ほら、うんうん、悪くない悪くない。ゴリラー、ゴリラーってなんかゴジラに似てんな。よし、この辺に、どこまでがこれ羽か分かんないけど、うらっ、よっしゃー、カン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 、いいじゃん、ええやん。ゴジラに当てたらこれキュピーン行くよね。ゴジラ当てたい、ハート1個取ってゴジラ行こうか。いけるかな、あそこまで。いけ、ゴ、いってねー。ただこのゲージも今んとこ順調、倒しちゃえ。あー、ダメか。よし、うら、オッケー、非常に順調です。あ、これいけるね、いけるいける。そろそろアリス使っちゃいたいな。はい、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。ゼウスも使っちゃいたいな、ほんと。あ、てかザコももうこれ倒せてるから、アリス別にここで使う必要もないな。ゼウスとアリス取っとければもう確実にいけるから、残りの2体とかで、お、いいぞ、隙間が狭まったから西郷どんが使いやすい。うわー、ここでアリスか。まあこっちがいくか。いけ、カン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 、よーし、うん、なんかいけるね。あ、ゴジラ使います、めっちゃいいじゃん、いくぞ、キーブー、いけー。うわー、外れてる、羽の、やばい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 、よし、最後の使います、我が輩の力。あー、これ下の方がいいかな。まあいいや、横でいきます。えい、イエーイ、最後の強え。お、それもよし、完璧。これでアリス、よーし、完璧やー、なんて完璧なんだ、順調だ。よし、これでもうあと2匹使えば多分ラストゲージでも結構すんなりいけんじゃない。うわ、アリスから、いいね。これちょっと遠いからあれだけど、ザコも倒せるんで、いきます、かわせるかしら。いけー、ホーミングでザコを一掃してくれと思ったけど、左だけしか倒せなかった。よし、カンカンいけ、ゴジラ、よし、オッケー、うんうんうん、お、いいねいいね、西郷どんがいい感じのとこにいる。はい、よし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 、これでも結構硬いね、やっぱりゼウスでも一撃で倒すのは無理だわ多分。はい、いきます、ストライクショット、ジャシジャシジャシ、いけ、よし、
やっぱあの今やってるエクストラステージのジンオーガに比べると全然やっぱ難易度が低いですね、これ。まあまだ倒してないからそういうこと言うなって話なんですけど。よし。よし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 。いけ！うん。いける。いける。おーい、よし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 。はい、倒せ！え、やべえ！ちょっとやばくない？今倒せると思ってたぞ。あぶねえ！うー、あぶねえ！はい。大丈夫かな？大丈夫かな？これ。大丈夫かな？これ。あぶねえ。あぶねえっていうかこれ大丈夫かな？大丈夫かな？これ。やばいかな？これ。ハート取れ！あぶねえ！倒せた。あぶなかった。あ、落ちた落ちた。やった。スタミナ回復した甲斐があったね。ちょうどもう時間も7時過ぎちゃってるし。で、よし、の、え？え、あら、え？え、でも落ちたんだよね、今のね。だよね、だよね。いるよね。あ、よかったよかった。おー、かっこいい。闇か。闇なのか。かっこいいぞ、めっちゃ。ちょっと見てみましょうか。かっちょええ。ジンオーガも取りたいな。そう、ジンオーガなかなか強くてさ。どこだ？あ、これだ。お、アンチダメージウォール。で、スピードがめっちゃ遅いけど、攻撃が強いですね。ラウドロア、ストライクショット。ゴジラと一緒に似てますね。あ、でもレーザーないか。触れた最初の敵をランダし吹っ飛ばす。ガーボンってやつね。で、大大爆発、友情コンボ。自分を中心に無属性の大大爆発攻撃。うん。これ進化したら使えんじゃない？これ。まあ、スタミナ回復していった回ありました。今回のこの動画がもしよければ、グッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、Twitter、ブログのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録フォローなどお待ちしております。バイ。